はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安室でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病というのはですね、白血球が作られない病気です。血液というのはですね、白血球、赤血球、血小板、リンパ球の4つの細胞で形成されています。そのうちの1つの白血球が正常に作られない病気です。白血球、赤血球、血小板、リンパ球というのはですね、最初は1つの細胞でした。その1つの細胞がですね、次から次へとこの分裂分裂されていってですね、細胞分裂されていってですね、それぞれの形に生まれ変わります。お分かりいただきましたでしょうか。非常に簡単に説明しましたけども、これ以上詳しく話すと、正直なところキリがありません。白血病もたくさん種類がありますので、話し出すと本当に終わりがないんですよね。もっと詳しく知りたい方はですね、やっぱネットで調べていただいた方が分かりやすいんで、どうぞそちらでよろしくお願いします。と言ってしまえば投げやりに聞こえてしまいますので、もうちょっとだけ話しますね。種類がある理由としましてはですね、細胞分裂もね、途中にあるんですよ。原因は不明なんですけども、細胞分裂の途中でこれ以上分裂できなくなってしまうところがあるんです。実はね、その場所によって分裂している形状状態がですね、それぞれ違うんですよ。なので白血病の種類が多くなります。しかしですね、今の医療のすごいところがですね、どこの段階で分裂、細胞分裂がね、止まってしまっているのかが分かるんですよ。そのどこの段階かで先生が治療の仕方であったりとか、使う抗がん剤や飲み薬をですね、選んでくれます。なので今の医療では白血病は治る病気だと言われております。といった感じですね。でね、なぜ今日はまたこう改めてこんな話をしているかと言いますとですね、某お魚系 YouTuber さんがですね、ご自身の動画で白血病を告白されました。皆さんもご存知だと思うんですけども、まだ20代半ばの方です。チャンネル登録数も非常に多くてですね、すごく人気のある方です。お魚系なので、釣りや料理でですね、お魚使った料理でですね、夢や希望やそのロマンをですね、動画で提供してくれてる方です。これからもね、動画を提供してもらいたいです。なので、その方を含め、現在病気でしんどい人たちのためにですね、改めて僕からもう一度お願いします。献血骨髄バンクにご協力をよろしくお願いします。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。